になりますので、分かったように、後に戻す子、琵琶湖、道路、ドマップ、および、効能広告会を代行いたします。まず、手話です。お願いいたします。ご提供ください。次に、序幕の儀、羽鳥元彦、琵琶湖の銅像を序幕いたします。まず、前列にお座りの方、ロープを持っていただきます。まず、山口県知事、村岡鈴政様、甲府市長、松浦正人様、山口放送株式会社、代表取締役会長、赤尾義文様、甲府天満宮宮司鈴木弘明様、香取家五代目当主香取義彦様、甲府中央ライオンズクラブ50周年大会委員長田中洋蔵様、香取元彦検証会会長毛利元篤様。次に、甲府花もゆ県実行委員会会長北村誠様、
香取元彦検証会幹事久保田浩二様、書家富永裕太様、観光協会会長杉本和彦様、田島陽一様、甲府ライオンズクラブ会長笠原幸六郎様、それでは序幕のご発声を甲府中央ライオンズクラブビジョンチャーパーソン寺田和夫様お願いいたします。それでは香取元彦美和子銅像の除幕を行います。それではお聞きください。